はいどうもプレスの T です。今日はですね AI 教師で成績が伸びるのかっていうところでお話していこうと思います。やっぱりねどこの業界でも AI って大人気ですよねっていうところで、まあ、当然ね塾業界とか教育業界っていうところにも AI っていうのがいろいろ入ってきていて、それを活用してね皆さんの成績を上げていこうみたいな流れはあるわけですけど、本当にそれで成績上がるのって結構気になるところだと思うんですね。っていうところで今日はどんな感じで AI 使ってるのかっていう話と、それで本当に成績伸びるのかなっていうところについてお話していこうと思います。じゃあまず成績云々の前に、そもそも AI ってなんだって話を簡単にしておきたいんですけど、AI っていうのはアーティフィシャルインテリジェンス、つまり人工知能ですね。でこれについて、まあ、皆さんどんなイメージ持ってるかっていうと、まあ、それこそ人によるとは思うんですけど、中にはドラえもんとかのイメージ持ってる人もいると思うんですね。それこそ人間とねもう対等に話をして、なんだったら喧嘩もできる人か、そんなレベル感のものを AI だっていうふうに思ってる人も中にはいると思うんですけど、まあ、そんな大層なものはまだまだできてないんですね。いわゆる強い AI とかっていうようなものなんですけど、まあ、一般的に AI とかって叫んでるのはもっとね専門的なこと、一つの能力に絞った AI っていうのがまあメインになってきてるわけですよ。でじゃあそれを教育業界ではどんな風に使ってるかっていう話なんですけど、まあ、やっぱね一番大きいパターンとしてあるっていうのはスケジューリングですよね。各個人に合ったカリキュラムとかを組みますよみたいな話って聞いたことあると思うんですけど、これがやっぱり教育業界では一番大きいところかなっていうふうに僕は思ってます。でこの AI っていうのを使ってどういうふうにやってるかって仕組みなんですけど、まあ、要はね、まあ、ゴールが非常に明確ですよね教育業界とかの場合は、まあ、教育業界っていうとちょっとあれですけど、まあ、受験業界っていうふうなところで見た時にゴールは例えば大学受験であったりとか、ここに合格させることっていうのがまあ目標だったりするわけですよ。ってなった時に過去のデータっていうのをざーっと漁ってですね、あなるほどと、この段階でこれぐらいのまあ偏差値だったらまあ合格してるなとか、でそういった人はどんな勉強してるのかなとかっていうのはどんどんデータとして溜まるわけですね。でこれまあかなり蓄積がありますから、これがいわゆるビッグデータっていうやつになるわけですね。でこれをまあ分析していって、まあ、推論するわけですよ。まあ多分こいつやったらこれぐらい伸びるんちゃうかとか、で伸びるためにはじゃあどれぐらいの勉強量をさせたらいいのかみたいなのをまあ計算して出してくれるわけですね。でそれをもとに今皆さん勉強すれば成績が伸びますよっていうようなところでやってるのが、まあ、一番多いケースかなというふうには思うわけです。でこの部分の話を聞くとですね、えそれって先生でもできるんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まあね先生っていうのも結局、まあ、お金がかかってるわけですよ。結局、まあ、コスパの問題で、それこそ先生が、まあ、全員一人ずつ見るとかっていうのって結構厳しいじゃないですか。でそういったところでの、まあ、まず経費削減っていうところがありますよね。コストが削減できるわけです。でもう一個あるのは AI だったら24時間対応なんですね。学校の先生とかに、ちょいすいません今なんか勉強しようと思ったんですけどお父さん体調悪くなっちゃってとかみたいなこと言ったってさ、それ無理でしょ。そんなところで言ったって、じゃあ今からスケジュール変えるからとかでそんなんできないわけですけど、 AI とかだったらそういうのができるわけですよ。でそういったところで常に皆さんにフィットした学習計画っていうのをまあ調整していくっていうのができるっていうのは非常に強いところではあったりするんですけれども、ここですごく大事だなっていう話が一つあるんですね。それは一体何かっていうと、皆さんのやる気ですよ。結局ね AI で勉強とかっていうのは完璧なスケジュールを組みましたとかっていうのでやったところでですね、結局皆さんがそれをやるかどうかっていうところっていうのはまだ AI ではコントロールできないんですね。でその部分っていうのはもちろんコントロールしようと思えばできるのかもしれません。今後、まあ、それこそ技術がどんどん進んでいって、人間の感情っていうのをやる気モチベーションっていうのを全部コントロールできるような、まあ、アルゴリズムとかそういったところで、まあ、モチベーションが管理できるようになったとして、まあ、それがいいか悪いかっていうところの問題がまた出てきますよね今度はね。で、まあ、そういったところで、まあ、もちろんコントロールして大学受験っていうところだけを目指せば、まあ、いくらでも AI で成績っていうのは上げれると思うんですけど、僕自身ねもうちょっと考えておきたいっていう話が一つあるんですね。っていうところで、これが AI による教育のすごくデメリットだなっていうふうに思ってるところの一つなんですけど、要はですね目標を達成するために AI を使って勉強して成績を上げるっていうことは可能なんですけれども、そこで省略される部分、それは一体何かっていうと、皆さんが考えてカリキュラムを組むっていうところが省略されるんですね。でこれっていいか悪いかっていう話で言った時に、僕はねかなり悪いことだなと思ってるんですよ。
これどういうことかっていうと、もちろん塾のサービスとして皆さんの成績を上げるっていうのが第一っていうふうに考えた時に、皆さんの努力とかっていうのは本当に勉強するっていうことだけにフォーカスするっていうのがまあ正解だとは思うんですよ。ただそれをやった時にですね、大学に合格した後どうするんですかっていう話が非常に大きいんですね。要は皆さんね、そうやって AI とかで管理して成績だけを上げるっていうのは本当に簡単で、それこそできると思うんですよ、実際に今のシステムでも。でそれをやった先に何が残ってるかって何も残ってないんですよ。要は成績が上がりましたでってなってしまって、そこで結局終わる。これから先って結局皆さんね、自分で考えてやっていくっていうのがすごく大事になってくるってなんとなくイメージつくと思うんですけれども、そこの力って AI に頼りっきりだったら絶対に身につかないんですね。今僕がやってほしいことっていうのでよく言ってる話として、自分でよく考えて計画立てましょうみたいな話ってよくしてると思うんですけど、ここの部分っていうのを AI に任せてしまって自分のスキルとしてそれこそ高校ぐらいまでの段階で身につかなかったら、この後かなり厳しいですよ。結局ね、だって AI とかっていうのが強いって今説明した理由っていうのであるのがですね、目標があるからなんですね。大学に合格させるっていうところで目標が決まっているから AI っていうのは非常に強いわけですよ。ところがどこを目指していいかわからないわけですね。でそうなってきた時に AI では答えを出せないわけですよ。でそこっていうのは皆さんが各個人でどういうふうなことをしたいか、最終的にどういう人間になりたいかっていうところを設定してやっていくっていうのが大事なわけで、まあ、だからこそまあ楽しいわけですよね、生きててね。だけどそこまでまあ仮に AI とかっていうので任せてしまって、 AI があなたはもうこういうふうにした方がいいとかって言ってその道に進むのが楽しいと思うかどうかって話で、そこについてはまあ僕個人の意見ですよ、僕個人の意見としてはそんなんで決められるのは面白くねえなっていうふうに思うので、まあね、あまりそこに頼りきるっていうのは良くないかなというふうに思ってるわけです。で、ここまでの話でなんとなく AI を使った教育のまあメリットとデメリットっていうのは分かってきたと思うんですね。とにかくまあ明確なゴールが決まっている、目的が決まっているっていう場合には AI をどんどん活用すればいいんですよ。ただそうじゃない場合っていうのは AI だと答えが出せないので結構苦しいよというようなところがデメリットでしたね。というところで、どういうふうに使っていったらいいかって話を最後にしておきたいんですけど、やはりね、AI っていうのは効率化のために使ってほしいんですよ。勉強するっていうふうに決めました。で、ゴールが決まったと。じゃあそのために AI を使うっていうような考え方ですね。で、最終的に自分が何したいかとかって言ったところまで AI に任せるのは非常に危険で、でそういったところで考えた時に、あなたの適正な職業はどうですかとかみたいなのを AI とかで判断するようなサービスとかも今後かなり出てくるとは思うんですけど、それに関しては自分で考えた方がいいんじゃないっていうふうに僕は思いますね。で、こういったところって結局自分がどういうふうにやりたいかみたいな話っていうのを AI に任せておくと、本当に自分自身が一体何なんだみたいな話に最終的にはなると思うんですよ。で、まあ、それがそれでまあ楽でいいやと、まあ、AI に全部任せておけば気楽でいいなっていうんだったらそれはそれでいいんですけれども、ちょっとそれって怖くないですかっていうふうに思うんだったら、それこそね、大学を決めたりとか、そういうふうな自分の意思っていうので決めなきゃいけない部分、自分の意思が大事になる部分っていうのはしっかりと自分で握っておいて、むしろ効率化して時間が浮くわけですから、自分の進路について考えるとかね、そういったところにたくさん時間を投下していくと、こういうふうな使い方っていうのがまあ AI の一番正しいやり方なのかなっていうふうには思いますね。はい、というところで今日もよくわかんない話をグダグダしてきたわけなんですけれども、まあね、もう一回結論の部分だけさらっておくと、 AI を使って成績を上げるっていうのは非常に簡単です。しかもめちゃくちゃ上がると思います。でも皆さんの努力っていうのが必要になる部分っていうのも必ずありますというような話ですね。やっぱりね、これからどんどん AI の活用っていうのは増えてくると思うんですね。で、この流れから逆らおうと思っても結構厳しい部分はあると思うんですけれども、やっぱりね、自分の意思で決定するっていうところも非常に大事にはなってくるわけで、目標があるっていうところに関しては AI は非常に優秀なので、きちっとね、そこら辺のところは使って効率化っていうのは測っていってほしい。わざわざ自分で計画とかを立てなくてもできるんだったらその通りにやっていけばいい。ただしそこから先ですよね。大学とかに入ってその先就職とかして実際に仕事をやっていくってなった時に答えって出てない場合が非常に多いので、そういった場合にどういうふうに対処していくかっていう力を身につけるっていうのも一方で必要なわけですよ。
だからとりあえず大学とか合格するんだっていうところで、まあ、明確な目標がある部分っていうのはもう AI に任せてしまうっていうのはいいんですけど、それとは別軸でですね、自分の趣味であるとかね、どんなことをやっていくかっていうのを考えるっていうところはすごく大事になってくるので、空いた時間を使ってそういったところにしっかりと時間を注いでいくと、結局ね、時間を効率化した時に余った時間っていうのを無駄にしてしまったら何の意味もないわけですから、そういったところでね、まあ、AI っていうのを使っていけばいいかなというふうには思います。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。